こんにちは、ゆくこです。いつもご視聴ありがとうございます。今回は、まあ、最近は梅雨に入ってジメジメした中、古いね、家になるとちょっと G がね、ゴキブリが出ちゃったりとかする季節かなと思うんですけど、めっちゃ簡単ですぐやっつけれる方法をお話ししたいと思います。前どこかで聞いて実践してたら、もう本当にコロッとすぐやっつけられるのでね、もうなんか見かけるとズオッとするね、虫というか生き物なんですけど、なんとなくね、嫌だなっていうイメージのついちゃってる動きっぷりですけど、もうね、出ちゃうもんはしょうがないんで、でもね、手で捕まえるわけにもいかないし、なんかハエ叩きとかで叩いちゃうとね、ちょっと怖いし、潰れた時嫌だしとか思って、でいつもね、壁とかに出た時はもう本当にね、どうしようかなってなるんですけど、昨日食洗機を買い替えて取り付けてもらった時に、まあ古い食洗機を外してガサガサしてると、どこかの隙間からどうもなんかびっくりして出てきたのか、 G が現れたんですよ。で、業者の方がつけて、ね、食洗機をつけててくれてて、でその時に「ああ、ゴキブリが出ました」とか言って教えてくれたんですけど、マジでって感じで、で「どうします?」みたいな感じだったんですけど、ちょうどそのシンクの、キッチンのシンクの中に逃げ込んだので、 G が。なので、よっしゃ、これならすぐ方法でっていうのを思いついて、っていうか、いつもそこに出たらやる方法なんですけど、シンクのとこに隠れてた G をこうね、洗い桶みたいなのが置いてあるんですけど、その下に相当隠れてたんで、相当見たらまだじっとしてたので、そこで私が使ったのが食器洗剤中性洗剤ね、スポンジとかにこうね、出して茶碗洗うやつですけど、あれを G に向かってシューとか、ね、追っかけながらかけたら、コロッと五輪中になるんですよねもうめっちゃ簡単だ、飛ぶ間もなく、ちょっとでも一発目にちょっとでもかかれば、よっぽど動きがこうね鈍くなって、でやっぱアブラムシっていうだけあって、油にこう洗剤っていうのはこうよく効くんですね、きっとね、まあ、油を落とすような感じで洗剤をかけると、 G はちょっとね弱って、でね、ひっくり返って、そのうち動かなくなるので、 でそしたらいつもこうね、素手では触りたくないから、ちょっとティッシュとか何枚かこうやって取って、私はビニール袋に入れてポイするんですけど、それを、まあ、業者の人の前でやったんですよ。そしたら、そんな方法があったんですねとか言って、そうなんですよ、洗剤かけると簡単にやっつけれるんですよもし洗剤をね、かけていいような場所に G が出たら、ちょっとお試しでやってみたらどうでしょうか。そのお兄さんたちが、僕たち知らなかったですって言ってたんで、もしかして私はまあ前からやってたんですけど、知らない方がいたら、ぜひお試しくださいと思って、今回はこのお話をしてみました。ちょっとこの季節ね、出てきそうなので、出た時に思い出してぜひやってみてください。はい、ではまたお会いしましょう。バイバーイ。